はい、こんにちは、レトスノーノです。3月18日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今頑張れない人は一生頑張れない。勉強していてわからないな、難しいなと思うことは幾度となく訪れます。そこで頑張らなければおそらくわからないまま試験を迎えてしまいます。試験が終わって、あの時もっと頑張っていたらな、そう思う方は非常に多いです。後悔しないためにも今頑張りましょう。それでは本日の3問に入ります。 A が B に代理権を授与して A 所有の土地を C に売却する場合、代理人 B が相手方 C に A の代理人であることを告げず、その旨を C は知ることができたが知らなかった場合、この代理行為は有効となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。代理行為をする場合、原則相手方に本人のためにすることを告げないと、その契約の効果っていうのは代理人に帰属するんですね。ただし、相手方が本人のためにするという代理人の真意を知っていた場合、まあ、つまり悪意の場合ですね。相手方が悪意の場合、もしくは知ることができた場合、相手方が有価質の場合っていうのは、本人に効果が帰属します。まあ、だから答えは丸と、まあ、なるんですけれども、まあ、これですね、一般的なこれ解説がこんな感じなんですね。で、これを読んで頭にこれ入りますかね。まあ、大体の人これ入らないんですよ。だから、ちょっと今回は簡単にこれ言い換えますね。ちょっと集中して読んでいただきたいんですけども、まあ、実際図を書きながら、読んでみてください。代理人 B が相手方と契約をする際に、この相手方 B、代理人 B がこの相手方と契約する際に、B がこれ A の代理人ですよっていうふうに言って契約をすると。B さんが私は A の代理人ですよって言って契約をする。何も言わなかった場合、原則 BC 間で契約をしたことになっちゃうんですよ。B って代理人にもかかわらず、A のためにするよってことを相手に言わなかったら、ここでの契約になっちゃう。BC 間での契約になっちゃうんですよ。これが原則なんですね。しかし、例外があります。例外っていうのは、この相手方 C が、B さん何も言わなかったとしても、あ、これは A のためにやってるんだなって知っていた場合、もしくは知らなかったとしても、まあ、ちょっと考えたら、これ知ることできたよね、と。有価質の場合。この場合っていうのは、例外的に AC 間で契約が成立するんだ、っていうことなんですね。で、今回の問題文を見るとどうなるかっていうと、C っていうのは、知ることができたが、知らなかったって書いてあるんですよ。これ知ることができたっていうことは、これ有価質ってことなんですね。相手方 C は有価質ってことなので、今回のこの例外に当たるわけですね。ここですね。したがってこの場合はもう本人と相手方、この AC 間での契約にしましょうということになります。したがってこの代理行為は有効、つまり AC 間の契約になるということですね。だから丸ということになります。まあ、こうやってやっぱ噛み砕いて、勉強していく方が分かりやすいですよね。で、実際の解説が分かりにくい解説の場合っていうのはもう調べて、で、噛み砕いて理解をしていくってことをやっていかないとやっぱ難しいんですね。そして弊社の個別指導ではこうやって噛み砕いてですね、解説していきますので、理解がどん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 深まっていきます。なんで理解をしながら学習したいという方はぜひですね、個別指導ご検討ください。で、問い2ですね。宅建業者が営業保証金を取り戻すために抗告をしたときは、2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、所定の期間内に再建の申し出がなければ、その旨の証明書の交付を免許権者に請求できる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。営業保証金を取り戻そうと、するものが、まあ、つまりこの宅建業者が、広告をしたときは、遅滞なく広告した旨を免許権者に届け出なければならないんですね。今回の問題は2週間以内となっているので、この点が誤りです。で、後半部分については正しい記述です。で、後半部分が論点になった問題って出題されていないんですけども、これ出題される可能性ありますので、合わせて覚えておきましょう。で、後半部分どういうことかっていうと、広告をして、債権者がいなかったことを証明する証明書っていうのは、免許権者からもらえるんですね。そして、この証明書を供託所に持って行って、供託所から供託金、まあ、つまり営業保証金の取り戻しができるということになります。で、3番ですね。防火地域内または
準防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造によるものについては、その外壁を臨地境界線に接して設けることができる丸か×かという問題です。答えは丸ですね。防火地域内とか準防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造のもの、つまりまあ燃えにくい構造なんですよね。外壁が。そうなっている場合は、その壁について臨地境界線、つまり隣の土地とのこの境界線に接して、つまりもうギリギリまで近づけることができるんだと、まあ、いうことなんですね。で、ここでちょっと思い出してほしいルールがあって、それは民法なんですよ。民法では、建物っていうのは、臨地境界線より50センチ以上の距離を置いて建てなければならないんですよね。これ矛盾してますよね。民法では50センチ離せって言ってるのに、建築基準法では境界線ギリギリに接して設けていいんですよと言ってるわけですよ。で、これどうなのと。これどっちが適用されるのというと、これは建築基準法が適用されます。で、民法っていうのは一般的なルールであって、個別具体的なルールっていうのは建築基準法で定めてるんですね。だから個別具体的なこっちを優先するんですよ。だからまあ今回の場合で言ったら境界線ギリギリに接して設けることは可能だということになります。まあこのようにつなげて考えることができれば、あ、そういうことなのかってなりますよね。で、この感覚が脳を刺激して頭に入っていくんですよ。で、この感覚をぜひですね、個別指導で多くのポイントで体験していただきたいんですね。そうすれば実力が上がるのも当然なんですよ。なんでこのように理解をしながら勉強したいという方はぜひ個別指導ご検討ください。個別指導の動画については左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。